暴力団組員を装い大阪府内で女性18人に暴行や強盗を繰り返した男に対し、大阪地裁は求刑通り無期懲役の判決を言い渡しました。大阪市生野区の無職金俊明被告25歳は2004年から1年2ヶ月の間に大阪市内の路上などで12歳から24歳の女性18人を車に連れ込んで暴行し、現金およそ24万円を奪うなどしました。金被告は犯行の際に暴力団組員を装い拳銃を持っているなどと脅迫しており、起訴事実の他にも同様の事件を20件近く起こしたとされています。